おはようございまっちょ。本日は皆さんの音楽相談に答えていきたいなと思いまっちょ。本日取り上げる3つの問いを言います。1つ目がピアノの先生の選び方、2つ目はピアノの練習時間はどのくらいにしたらいいのか、3つ目がピアノのモチベーションの続け方について答えていきたいなと思いまっちょ。では1つ目、ピアノの先生の選び方について話していきたいと思います。まず皆さんはピアノの先生選ぶって言ったら大体どうやって調べますか？大手音楽教室を探してみたり、あとはネットでの口コミとかを調べてみたり、あとネットで自分の地域と名前とピアノ教室って調べてみると、たくさんのピアノ教室が出てきます。皆さんどうやってピアノの先生を選びますか？その先生によって習ってきたことっていうのは全然違います。例えばピアノを習い始めたい人、子供にピアノを習わせたい人、大人になって趣味としてピアノを始めたい人、なんかピアノ触ってみたいなっていう人、いろんな方がいると思うんですよ。ではどうやったらいい先生に出会えるのか、選び方について話します。一つの大前提として、ピアノが弾ける人とピアノが教えるのが上手な人っていうのは絶対に一致するとは言えません。なぜならば、例えば演奏者向きの人と指導者向きの人って違う場合が結構多いです。ではどうやったらその先生をいいの見つけれるかって言ったら、やっぱり一番選ぶこととして、ピアノが上手下手、教えるのが上手下手、全てにおいて人柄が最も僕はね選んでいくべきポイントかなと思います。ではなぜそうなるのかについて言うと、僕がもともとピアノがあんまり好きではありませんでした。でピアノの先生とかに習いに行くこと自体も別に楽しかったことはありません。僕はもともと母親にピアノやらされてて、まあそれでやってたっていう形だったので、どうしてもあんまりピアノがずっと好きになれませんでした。僕が変わったのは、厳しい先生から優しい先生に変わったタイミングで結構自分がピアノが好きになりました。今までは結構激しめになんかその結果を求めてコンクールみたいな形でやってた時はやっぱ楽しくはなかったんですけども、いい先生に出会ったタイミングがありました。そのタイミングでその先生は僕に合う教材を選んでくれて、しっかりとみっちりとゆっくり丁寧に優しい口調で教えてくれました。人柄が僕は最も惹かれたポイントではあります。だからこそ僕がチェックしてほしいポイントとしては、先生の経歴ももちろん大切なのですが、ピアノ教室の生徒さんと募集する場合には、その先生が YouTube だったりブログだったりやってる場合が多いです。でそこでそのブログとか YouTube とかで人柄を一回見れるんだったら、例えば生徒さんの大切な思いやりの仕方とかっていうのがブログに絶対に現れてるので、それを読んでみて、あ、この先生に会ってみたいなっていう思った先生をまず見つけていくことが大切だと思います。もし上級者に向けてお伝えするならば、ピアノだけがむちゃくちゃ上手になりたいから上手な先生に習いたいっていう方の場合だったら、はっきり言って世の中にいくらでもいます。 SNS、Twitter とかを調べてみて、ピアニストっていうのとかで調べるとたくさん世の中にピアニストいます。ものすごいいい経歴を持っている人がいます。その中の先生で自分が習ってみたいなっていう人にね、 DM とか送ってみるとレッスンとかね結構やってもらえる場合が多いので、もし本当に上級者で単発レッスンとか、あとは1回だけ教えてほしいとか、ものすごく上級者向けのことを教えてほしい、この先生習ってみたいという場合だったら、ぜひ送ってみることをお勧めします。ですので要点としては、まあその先生の人柄をチェックするためにネットだったり、まあブログとか YouTube とかやってる方が全てチェックしてみてください。どんなとこでピアノ教室やってるのかとか、ピアノの生徒の雰囲気とか教室の様子とか、だいたいネットでホームページ開いてる先生が多いので、そこから選んでみるといいと思います。もし知り合いの方がピアノ習ってる子がいたら、その子にいい先生いるって聞いてみるのも一つの手かもしれません。2つ目、ピアノの練習時間ってどのくらいしたらいいのっていう答えについてお答えしましょう。僕ははっきり言って小学校幼稚園の時は恐ろしいぐらいピアノ弾いてました。1日10時間とか平気で弾いてました。朝から晩まで学校以外の時間はずっとピアノ弾いてました。まあ僕は今だから言えるんですけども、その時は全然楽しくはなかったんですけども、今はそれのおかげで弾けてるっていう状態があるかと思います。では僕の周りのピアニストたちはどのくらい弾いてたのかと言いますと、一概には言いません。
全然弾いてなかった人もいるし、めちゃくちゃ弾いてた人もいます。では、その中の人たちの中で何が一番共通してるかと言いますと、続けてこれたか来れなかったかです。続けている人は、やっぱり細く長くでも続けていて上達してます。やっぱりね、やめてしまうと結構ね、弾けなくなっちゃうんですよ、ピアノって。まあ、スポーツとかと同じで怠けちゃうので、どうしても弾けなくなっちゃうので、まあ、続けることが最も大切だと思うので、生活の中で何時間ピアノに時間を割きたいか、そこに重点を置いてみてください。で、そこから、まあ、何時間練習できて、例えばなんですけども、1曲仕上げるのに1ヶ月かけて仕上げたいよっていう場合、譜読みから始まって、自分の譜読みとかスピードのこととか練習の時間の確保とか考えた上で、それが1ヶ月で本当にできるのか、ゆったりとした状態で2ヶ月間かけてできるようにするのかは、もう自分で選ぶしかないです。誰も強制しないです。もちろんピアノの先生習ってたピアノの先生が、まあしようねって言うかもしれないですけども、そのしようねと言ったところで、しなかったらしないままで終わります。結局ピアノの先生というのは1週間に1回会えるか会えないかなので、1週間に1回アドバイスぐらいしかできないです。だから家でやる時間の他の何十時間の方が最も大切なので、自分が何時間選べるのか、生活の中で勉強とか部活とかあったら、その中でも10分でも続けることが僕はものすごく大切だと思ってます。ものすごくピアノを触るっていうことがすごく大切なので、その時間を少しでも設けてみてください。すると、まあ、下手にはならないです。上達するスピードがものすごく遅くなるだけです。1日10分とかにすると。下手にはならないです。だったら練習時間ってどうしたらいいのって答えにくいんですけども、まあ、できる時間、自分が割いてもいいなと思う時間をそこに当ててみてください。映画を見るにしても、ピアノ弾くにしても、どっちも、選ぶことってね、やっぱ24時間しかなかったから、大変なんですよ。なかなかね、取れないんで、自分で選んでみてください。10分でも触ったら僕はいいと思います。弾けない時、全く練習ができない時ってもちろんあると思うんです。でも、それの時でも5分でも、全くピアノ弾けないなって思った日でも、まあ、寝る前に5分間触るだけでも、違います。まず、それからやってみてください。じゃあ最後、練習のモチベーションについて話していきたいなと思いますよ。練習のモチベーションは、簡単に言うと、自分で目標設定をする。人と比べないってことです。僕は人と比べてましたよく。コンクールとかであいつに勝ちてとか、絶対音大生に負けたくねえとか、絶対優勝してとか思ってたんですけども、やっぱり落ちたりとかするとものすごくメンタルが持ちませんでした。結構このポジティブなフォルテ君でも結構泣いた時は泣いてました。しかし、やっぱどうして続けてこれたかっていうと、昨日の自分よりもいい自分でありたいっていうね、そのモチベーションを常に持ってたから、まあギリ続けてこれたかなっていうのがあったので、モチベーションを保つコツとしては他人と比べない。これがもう一番です。別に比べる必要はないんです。あなたが趣味でピアノを続けてるんだったら、あなたが好きなようにピアノ弾いたらいいと思いますし、仕事でやってるんだったら、他のピアニストとは違う、自分なりのその特技を持っ、特技というか、そのビジネスポイントを押して売っていくしかないと思ってます。自由に自分と戦ってみることから始めることがものすごくピアノを続けるモチベーションだと思います。誰か好きな人がいるんだとその人のために聴かせたいからピアノを弾くっていうのもすごくモチベーションになると思います。昨日の自分よりもピアノが上達したかなとか、そこで比べてください。だいたいピアノのモチベーションとかってあの曲が弾きたいとか、あの曲が弾けるようになりたいとかっていうことが多いと思うんですよ。僕もそうです。でもあの曲とかが、まあ、ある程度の境に弾けるようになってくるんです。ってなってくるとモチベーションがぐちゃぐちゃになってしまうので、なんであの曲が弾きたいのかまでその初心の心を忘れずやっていくことがものすごく大事だなと思います。僕だったら、まあ、ショパンエチュード全部弾きたいとか思ってるけど、やっぱ結局果てしない道のりなので、結構時々やっぱメンタル病むんですけども、今までは3曲だったショパンエチュードが4曲になったよって思ったら結構モチベーションは続くので、まあ、例えばね、僕の同年代でショパンエチュードなんか全部弾ける人がたくさんいます。そんな人と比べたらメンタル病むんですけども、1ヶ月前まで3曲だった自分が4曲になったよって思えばね、
全然モチベーションは続くと思うので、自分がもともとどの立ち位置だったか、ピアノ始めた時を思い出してください。どの音も読めなかった自分を、その時を考えたらどんどん成長している絶対自分が絶対いるので、そこで自分と比べてみてください。他人と比べずに楽しくピアノをやっていきましょう。それではグッバイ。良ければグッドボス設定、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。